インフィニティ G。インフィニティ G は、日産が製造、インフィニティブランドで販売していた自動車である。1990年7月10日に販売開始。2代目も同様であるが、高級車ブランドであるインフィニティが発売した、最も安価な車であり、プリメーラの姉妹車である。日本仕様や欧州仕様のプリメーラよりも装備が充実しており、パワーウィンドウ、オートエアコン、 アンチロックブレーキシステム、ボーズステレオ、盗難防止システム、フロアマットなどが標準装備された。標準グレードの他に、1994年からツーリングモデルである G20 トンが設定され、ブラックレザーインテリアやフロントバケットシート、リアホールドダウンシート、フォグランプなどが装備された。1993年5月にはマイナーチェンジが行われ、 フェースリフトのほか、エンジンの紹介量や、デュアルウェアバッグの装備、レザーインテリアとフロントパワーシートの標準装備化がなされ、また、カセットプレイヤーからロックスピーカー CD プレイヤーへの変更などが行われた。1996年に生産終了され、その後1998年に2代目 G20 が発売されるまでの間は、i30 が インフィニティのエントリーモデルの役割を果たしていた。生産は日産自動車追い浜工場。1996年に完成車生産を終了した初代モデルから少しのブランクを開けて1998年5月18日に販売が開始された。なお、発表は同年4月のニューヨークオートショーにて行われた。日本国内で2代目プリメーラと同時に登場した。 プリメーラカミノの姉妹車である。国内仕様のプリメーラは2001年にモデルチェンジ、したが G20 は2003年に後継である G35 世ンが発表になるまで販売が継続された。初代同様日本仕様のプリメーラカミノよりも装備が充実している。また、1999年から2001年まではツーリングモデルである G20 トンが販売された。 G20 トンの廃止後は新たに、レザースウェイドのツートンシートが装備された、スポーツモデルが追加された。2000年には、マイナーチェンジが行われ、エンジンの小変更や、トランスミッションの変更がなされ、新たにイモビライザーなどが装備された。2002年3月に、セーダン、2002年11月に、クーペの販売が開始された。G20 よりも大型化して発売した。 日産、スカイラインの姉妹車である。ベースである V35 型スカイラインは、日本国内では、不評、ニドアクーペモデルに関しては特に不評であったが、北米では2003年のモータートレンドカーオブザイヤーに選ばれ、さらに、2003から2004年のカードライバー史重、ベストカーに選ばれるなど好評であった。クーペについては、北米市場においては、日産、 フェアレディ Z が2002年以降のモデルカラーにシーター専用車種となったため、従来のフェアレディ Z の4シーターを求めたユーザーに対応するくらい付けであった。なお、クーペは2007年の次期型クーペの発売まで販売が継続され、セダンは2006年に発売を終了した。アテッサ ETS を採用した4輪駆動モデル M35X も設定された。 2004年にはクーペに新色が追加され、2005年にはマイナーチェンジが行われた。インパネのレイアウトの変更がなされ、初期型モデルにおいて、欠陥のあったブレンボ製のブレーキの採用が中止された。また、2005年7月には韓国市場へ投入が開始された。生産拠点は、M20 の追浜工場から日産自動車栃木工場に移管され、 V36 型もここで生産されている。2006年10月に、セダン、2007年8月に、クーペ販売開始。初代 G35 と同様に、日産、スカイラインの姉妹車であるが、クーペは3.7リットルの V937、VHR エンジンを搭載したため車名が、G37 クーペに変更された。先代モデル同様北米での評価は高く、 コンシューマーレポートの2007から2008年の高級セダンカテゴリーの1位に選出され、2008年にはオートモビルマガジンのオールスターに選出された。さらにカードライバー誌の2009年10ベストカーにも選ばれた。2008年秋から欧州でインフィニティブランド展開が開始されるのに伴い G シリーズも欧州で発売が開始される。先行して、 ジュネーブ賞に出品されたモデルは、セダンも G37 となり、VQ37VHR エンジンに7足、オートマチックトランスミッションが組み合わされている。その他に、セダンの18インチホイールが、新デザインになっていたり、ヘッドランプウォッシャーが装備されていた。また、同時に、北米市場でも v q 十七 v h r プラス七足 AT を組み合わせた g セダンを呼び、 クーペが発売された。セダンの場合、名称が G37 セダンとなり、エンジンの出力は 328PS と、クーペに比べに PS ダウン、ブレーキのディスクのインチアップや、新デザインの18インチアルミホイールや、ドアミラー、スクラッチシールド、全色の採用などの改良が合わせて実施される。さらに G クーペにおいては、4WD 仕様の G37X も追加される。 4WD バージョンのミッションは、世代クーペとも7速 AT のみになる。なお、北米使用者にも2008年11月5日に2009年モデルとなる際に追加された。2008年11月19日には3分割して、自動開閉が可能なメタルトップを採用した G37 コンバーチブルが、ロサンゼルスオートショーにおいて発表され、翌2009年6月19日に発売。 クーペ同様に VQ37VHR エンジンを搭載し、トランスミッションは6速、MT 及び7速 AT が組み合わせられる。2009年12月16日にはセダンにマイナーチェンジが施され、フロントのデザインなどが変更された。またこの2010年モデルの中国使用者には2.5リットル VQ25HR 型エンジンを搭載する G25 セダンも追加された。 2013年1月、北米国際オートショーにて G セダンの後継車種 q 5 0が発表された。インフィニティの新ネーミング戦略が採用された最初の車種となる。同年8月5日、アメリカ合衆国で q 5 0が発売開始されたが、インフィニティ USA は同時に G37 セダンも2015年半ばまで販売を続けると発表した。 2013年12月、G37 クーペ及び G37 コンバーチブルが q 6 0 q 6 0コンバーチブルに改名された。2014年7月29日、北米仕様の2015モデルを発表。G37 を q 4 0に改名し、大幅にグレードが整理された上で q 5 0と併売することがアナウンスされた。 2015年8月7日、年内の生産終了予定が発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。